げる。じゃあ。これで、よかったの？あ、どうして？何？いいよ。うん。たけるちゃんはやっぱりすごいよ。元に戻ってる。行こう。ただいま。何？いいじゃない。扉、跡形もなくなってるね。メイヤ、ほら、めめしいのはもう終わりだよ。どうかな、たけるちゃん案外育児なしだし。あそこの壁見るたびにうじうじ悩むんじゃないかな。メイヤの気遣い台無しにするんじゃないかな。本当に？本当に？
ケルちゃん。なんか、私、頭がぼーっとしてる。ひょっとして、これは夢なんじゃないかって。私が勝手に見ている、いい夢で、途中で覚めてしまうんじゃないかって。ちょっと、怖い。私、こんなこと、何度も夢に見てたから、タケルちゃんがそばにいて、私だけを見てくれていて、ずっと、話さないでいてくれる、そんな、素敵な夢、だから、怖い。うん。わかる？タケルちゃん。ほら、胸、トクン、トクンって。そばにいるって夢だったから。もうタケルちゃんの意地悪。タケルちゃんが喜んでくれるのか、わかんなくて、ごめんね。うん。ヘラヘラって、何なの？タケルちゃんの匂いだ。タケルちゃん、高いよ。タケ
ケルちゃんは私なんかでこうなってるんだね。私のこと色気ないような感じで散々言ってたくせに、嘘つきなんだから、タケルちゃんは。本当に嘘つきだよ、タケルちゃんは。もっと早く本当のことを言ってくれればよかったのに。でも許してあげる。何の話？お店見て回るのもいいな。うん、タケルちゃんは荷物持ちだね。橘町まで出るなら海も見たいな。あとはね、ケーキを食べて。それとね、それとね、あの場所にも行きたい。
と言ったって。今日はそんなんじゃないよ。分かってよ。さすがはタケルちゃんだね。ねえねえ、あの映画どうだった？何の話？見たかったんだから。うーんだ、そしたらタケルちゃんもセットなんだよ。はっ、あの人形かわいい。見て見て、タケルちゃんこれすんごくかわいいよ。タケルちゃんのバカ。途中でやめちゃったけどね。小学校の途中までだと思う。来ないね。待ってる子がいるならここには来なくてもいいや。それはね、雪だ。ね、タケルちゃん、プレゼントちょうだい。はあ、さては忘れたな。こんな時に最低だよ。けど、許してあげちゃう。今日は特別だからね。私にはプレゼントくれる人いるもん。抱えきれないほどのプレゼントくれたよ。今年は今までで一番のプレゼント、もうもらったから。タケルちゃん、大好き。ずっと一緒だよ。